おはようございます。こんにちは。こんばんは。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お久しぶりです。さようなら。失礼します。お先に失礼します。また会いましょう。また今度。またね。おやすみなさい。 おやすみ。お元気ですか元気です。お名前は何ですか私はイー・ジュヒョンと申します。韓国から来ました。お会いできて嬉しいです。どうもありがとうございます。どういたしまして。いいえ、申し訳ありません。申し訳ございません。すみません。 ごめんなさい。大丈夫です。日本にいつ来ましたか今年の三月に来ました。これは何ですか日本語の本です。日本の食べ物の中で何が好きですかお寿司が好きです。そばが好きです。 どうしてですかいくらですかはい。いいえはい、そうです。わかりました。よくわかりません。お水もらえますかはい、かしこまりました。オレンジジュースをお願いします。トイレに行ってもいいですかはい、どうぞ。もう少し。 ゆっくり話してください。もう少しゆっくり話してもらえますかもう少ししゆっくり話ていいです。結構です。助けてください。助けて。誰かいませんか泥棒だ。交番はどこにありますか警察を呼んでください。 ここで待っていてください。道を教えてくださいませんか財布をなくしました。パスポートをなくしました。嬉しい。楽しい。面白い。気分がいい。気持ちがいい。気分が悪い。羨ましい。残念だ。寂しい。怖い。 腹が立つ。息苦しい。おかしい。まあまあだ。愛してる。これはいくらですか？三百円です。八千円です。四千六百円です。一万二千円です。 いくつですか一つください。二つください。三つください。四つください。五つください。六つください。七つください。八つください。九つください。何時ですか七時四十分です。九時半です。 時分です。いつですか ?4 月です。8月8日です。11月13日です。12月24日です。何曜日ですか月曜日です。火曜日です。水曜日です。木曜日です。金曜日です。 土曜日です。日曜日です。私の席はどこですか窓側の 23C です。通路側の 23C です。搭乗券を見せてくださいませんかこちらです。 案内してもらえませんかご案内いたします。お飲み物は何になさいますかコーラをください。オレンジジュースください。毛布をもらえませんかはい、どうぞ。韓国の新聞ありますかはい、ございます。コーヒーいかがですかはい。 お願いします。はい、少々お待ちください。これはどうやって使いますか吐き気がするんですが、エチケット袋ありますか頭が痛いんですが、薬はありますか気分が悪いんですが、胃薬をもらえませんかはい、すぐお持ちします。 入国申告書を1枚ください。ボールペンを貸してもらえませんか書き方を教えてください。こう書けばいいですかこれでいいですかはい、それで大丈夫だと思います。お席にお戻りください。 ご旅行ですかはい、旅行です。滞在は何日間ですか1週間の予定です。お泊りはどちらですか新宿の何々ホテルです。親戚のうちです。手荷物はどこで受け取りますかまっすぐ行くと、 手荷物受け取り所があります。どの便を利用されましたか？JL 一マル一便です。私の荷物が見つかりません。引き返し証を見せてください。何色のカバンですか？赤色のトランクです。申告するものはありますか？ ありません。あります。ないです。カバンを開けてもらえますかこれは何ですかこれはお土産です。お酒やタバコはお持ちですかいいえ、持っていません。はい、持っています。これは税金がかけられますか いいえ、これは免税です。これを持ち込むことができますかこの近くに公衆電話はありますかまっすぐ行くと左側にあります。テレホンカードはどこで売っていますかあそこで売っています。あの、すみませんが、電話のかけ方を教えてもらえますか 小銭に変えてもらえますか両替してもらえますか韓国語ができる人はいますかバス乗り場はどこにありますかここを出て左に曲がるとあります。何線に乗ればいいですか山手線に乗ればいいです。レンタカーを借りたいんですが。少々お待ちください。 新宿行きのバスは何分ごとに来ますか ?10 分ごとに来ます。上野まで行くにはどうやって行けばいいですかスカイライナーに乗った方がいいです。スカイライナーはどこで乗れますかあそこで乗れます。切符はどこで買いますかあそこの切符売り場で買います。 予約した本ギルドンです。お待ちしておりました。シングルルームをお願いします。申し訳ございませんが、シングルルームは満室でございます。空室はありますか今日から2日間泊まる予定です。朝食はついていますか朝食付きでございます。眺めのいい部屋にしてください。 朝食は何時から何時までですか朝7時から10時までになります貴重品を預かってもらえますかはいお預かりいたします近くにある美味しいレストランを紹介してくださいホテルのすぐ向かい側に美味しいイタリアンレストランがあります私にかかってきた電話はありませんでしたか 山田様から電話がございました。部屋でインターネットを使えますかはい、使えます。303号室ですが、ルームサービスをお願いします。朝食を注文したいんですが、部屋を掃除してください。朝7時にモーニングコールをお願いします。どうかしましたか お湯が出ないんです。電話がつながらないんですが、トイレットペーパーがありません。すぐそちらの方に伺います。テレビが壊れています。できるだけ早く直してください。チェックアウトをお願いします。ミニバーはご利用になりましたかビールを一本飲みました。 クレジットカードでお願いします。現金でお願いします。部屋に忘れ物をしてしまいました。6時まで荷物を預かってもらえますか全部込みですか計算が間違っているようです。タクシーを呼んでもらえますかいらっしゃいませ。 何名様ですか二人です。こちらへどうぞ。すみませんが、今満席でございます。どのぐらい待ちますか ?30 分ぐらいになると思いますが。じゃあ、また来ます。じゃあ、待ちます。ご注文はお決まりですかまだ決めていません。すみません。 注文お願いしますおすすめは何ですか本日のおすすめは海鮮料理ですとんかつ定食2つお願いしますはいかしこまりました生ビール2つくださいデザートは何になさいますか紅茶にしますケーキにしますこの近くにうどん屋がありますか まっすぐ行くと左側にあります。食券をお求めください。味噌汁ください。これは何ですかカッパ巻きでございます。この近くにマクドナルドはありますかまっすぐ行って信号を渡るとあります。ダブルチーズバーガー一つとコーラ L ください。 ご注文は以上でよろしいですかこちらでお召し上がりですかお持ち帰りですかここで食べます持ち帰りです少々お待ちくださいお飲み物は何になさいますか日本酒一杯ください ウイスキーの水割りをください。ビールはどんなものがありますかワインリストを見せてください。おつまみは何がおいしいですかこの店の自慢料理は何ですかおすすめの料理は何ですか鶏の唐揚げがおいしいですよ。これはどんな味ですかさっぱりした味です。 これの量はどのぐらいですか生ビールもう一つ。乾杯。お会計お願いします。お支払いはカウンターの方でお願いします。ご一緒でよろしいですか別々にしてください。今日は私に払わせてください。ごちそうさまでした。これを下げてください。 料理ががまだ来ないんですがすみません。すぐお持ちしますので、もう少しお待ちください。お待たせいたしました。これは注文してないんですが。すみません。確認してきます。計算が間違っているようですが。申し訳ございません。申し訳ありません。 この近くに駅はありますかあのビルのすぐ隣にあります。私についてきてください。はい、どうも。切符売り場を教えてください。あそこです。銀座まではいくらですか780円です。路線図を1枚もらえますかこの電車は 各駅停車ですかいいえ、急行です。中野駅に快速も止まりますかこの電車は銀座駅へ行きますかいいえ、反対側です。横浜行きの電車は何番ホームで乗りますか一番ホームです。どの駅で乗り換えますか上野駅で乗り換えます。 山手線はどこで乗り換えますか西口はどこにありますかすみません。私もよくわかりません。電車を乗り間違えてしまいました。乗り越してしまいました。切符をなくしました。どこで乗りましたか難波駅で乗りました。電車に忘れ物をしてしまいました。 では、駅員に聞いてみてください。駅に寄ってみてください。すみません。バス停はどこにありますか新宿に行きたいんですが、何番バスに乗ればいいですかこのバスは清水寺に行きますかはい、行きます。バスの料金はいくらですか上野公園を通りますか 大館山までどのぐらいかかりますか着いたら教えてください。次で降りてください。ここで降ろしてください。バスで行かなければなりませんかタクシー乗り場はどこですかあそこです。荷物があるんでトランクを開けてもらえますか品川ホテルまでお願いします。 ここからどのぐらいかかりますか今道が混んでいますから30分ぐらいかかると思います料金はいくらぐらいかかりますかちょっと急いでるので早く行ってもらえますかちょっと暑いんですがエアコンをつけてもらえますかここで左に曲がってください ビッグカメラはどこにありますか横断歩道を渡って右の方に行ってください。まっすぐ行って左の方に行ってください。ここから東急ハンズまで歩いて行けますか子供服コーナーは何階ですか ?3 階になります。 何かお探しですか何か追加するものはありますかちょっと見ているだけです。どうぞごゆっくりご覧ください。これを見せてください。これはいくらですか ?3000 円です。これより安いものはありませんか 高いですね。もう少し安くしてください。定価販売なので割引はできません。他のものも見せてください。レジはどこですか全部でいくらですか ?6300 円です。 700円のお返しです。レシートください。領収書ください。袋に入れてください。別々に包んでください。何時までやってますか営業時間は何時から何時までですか営業時間は 午前10時から午後9時までです。すみませんが、これ返品したいんですが、サイズを変えたいんですが、どうかなさいましたかシミがついています。古着ですので、傷があります。全然動きません。 払い戻してください。他のものと取り替えてもらえますか他のものと交換してください。まだ一度も使っていません。値段は同じですね。試着できますか着てみてもいいですか 履いてみてもいいですかサイズはいかがですかぴったりです。ちょっときついですね。もっと派手なものはありませんかもっと地味なものはありませんか私に似合いますかお客様にとてもお似合いです。これ、素材は何ですかシルクです。 これの色違いはありませんか寸法を直してもらえますかサイズはいくつですかこのスニーカーを買いたいんですが、パソコンは何階にありますか最新モデルはどれですか一番人気があるのはどれですかこの製品が人気が高いです。 ノートパソコンなら、この製品が人気が高いです。これは日本製ですか組み立てまで日本で行った製品です。この製品は売り切れでございます。2 2 0トでも使えますか韓国の代理店でもアフターサービスが受けられますかはい、できます。 資生堂のファンデーションありますか乾燥肌用の化粧水ありますかさっぱりタイプとしっとりタイプがございますが今流行っている色は何ですかこの地域で有名な観光地はどこですか一番の見どころはどこですか 江戸東京博物館へ行きたいんですが、美術館へ行きたいんですが、どうやって行けばいいですか電車で行けますか夜行列車がありますか夜行バスがありますか若者がたくさん集まるところに行ってみたいんですが、花見に行きたいんですが、 市内の見物をしたいんですが、チケットはどこで買えばいいですか入場料はいくらですか大人2枚と子供1枚ください。学生割引はありませんか学生証を見せてもらえますか案内地図2枚もらえますか韓国語のパンフレットはありませんか 何時まで空いていますかガイドはつきますか市内観光バスはありますか観光ツアーに参加したいんですが。観光ツアーの申し込みなら、ホテルのロビーでできます。ナイトツアーはありますかこのコースだと、どんなものが見られますか一番売れているお土産は何ですか 静かにしてください。これに触らないでください。ここで写真を撮ってもいいですかいいえ、写真を撮ってはいけません。これに触ってはいけません。ここでタバコを吸ってはいけません。写真を撮っていただけますかあの建物を入れてください。 足は映らないようにしてください。一緒に撮りましょう。フラッシュを使ってもいいですかこのボタンを押すだけです。撮ります。1、2、3もう一枚撮りますね。ありがとうございます。写真を撮りましょうか写真を送りますので、 ここにメールアドレスを書いてください。フィルムはどこで売っていますか博物館の開館は何時ですか休館は何曜日ですか入り口はどこですか出口はどこですかカバンの持ち込みはできません。 私の荷物を預かってもらいたいんですがガイドブックはもらえますか韓国語ができるガイドさんはいますか有料ですか無料ですか入場券はどこで買えますかあそこです大人の料金はいくらですかじっくり見学するとどのぐらいかかりますか 中に入ってもいいですかはい、結構です。お土産売り場はどこですか食事はどこでできますか今大人気の映画は何ですか予約は必要ですかどんな映画ですか次の上映は何時ですか自由席はかなり空いていますが、 指定席をご希望されますかどのあたりの席が空いていますかこの席はどこですか今日は何をやっていますか時間帯が合わないので、このチケットを払い戻してもらえますかチケットは残っていますかポップコーンはどこで買えますか一番人気のあるミュージカルは何ですか コンサートに行きたいんですが、席を2つ予約したいんですが、上映時間はどのくらいですかどんな格好で行けばいいですか一番安いチケットはいくらですか一番いい席が欲しいです。何時に始まりますか クラブに行こうとしているんですがどこがいいですかクラブなら六本木か渋谷です六本木の方に行けば多いですイエローというクラブはどこですか渋谷系音楽が聞きたいんですがどこに行けばいいですか入場料はいくらですか女性は入場料の割引ができますか 今流れている音楽いいですね。あの DJ は日本で有名ですかカラオケはどこにありますか ?1 時間でいくらですか韓国の歌はありますか選曲してください。歌を入れてください。1時間延長しましょうか この歌の曲名は何ですかこの歌はサビのところしか知りません。飲み物は何になさいますかこの近くにいい居酒屋がありますか私の行きつけの店に行きましょう。このおつまみもお金を払わなければなりませんかこれはお通しです。この近くに ショットバーはありますかこのカクテルはどうやって作りますかテキーラ一杯ください。近くにインターネットカフェはありますかインターネットを1時間ぐらい使いたいんですが、1時間にいくらですかここにある漫画を見てもいいですかハングルの入力はできますか プリントの料金は1枚いくらですか遊園地に行ってみたいんですが、どこがいいですかお台場に行ってみてください。観覧車に乗りたいんですが、切符売り場はどこですか東京ディズニーリゾートに行きたいんですが、どこで降りればいいですか舞浜駅です。パスポートはどこで買えますか 一番人気のアトラクションは何ですかトゥモローランドがおすすめです。ファストパスチケットの発券所はどこですかパレードは何時に始まりますか3時からです。悪天候のため中止となりました。ミッキーピザとコーラください。600円になります。 キャラメル味のポップコーンはいくらですか営業時間は何時までですかこのゲームはどうやりますか玉はどこで交換しますかすべて景品交換でよろしいですか現金でお願いします。あれと交換したいんですが、 スロットはどこにありますか今日は運が良かったんです。やめます。これ、全然動かないんですが。景品交換所はどこですかプロ野球の中継が見たいですが。スポーツクラブで見られますよ。今日、試合はありますか今日の試合はどうなりましたか 惜しくも引き分けに終わりました。中日ドラゴンズが勝ちました。一番好きな野球選手は誰ですかイースンヨプです。どちらのチームを応援していますか阪神タイガースを応援しています。阪神タイガースのファンです。どことどこの試合ですか東京ドームに行こうとしているんですが、 どう行けばいいですか ?J リーグの開幕戦を見たいですが、どこに行けばいいですか国立競技場で見られると思います。よく試合を見に来ますか韓国のサッカー選手も日本で活躍していますね。スキーに行きたいんですが、どこがいいでしょうかスキーを借りたいんですが、どこに行けばいいですか スキーと温泉を一緒に楽しむには、どこに行けばいいですかそしたら、ザオースキー場に行った方がいいですよ。リフト乗り場はどこですか初心者コースはどこですかスノーボードを習いたいんですが、教えていただけますか相撲を見に行きたいんですが、どこに行けばいいですか両国国技館は、 どうやって行きますかここにはよくいらっしゃるんですかはい、よく来ます。いいえ、たまに来ます。私は韓国から来ました。私の名前はイジュヒョンです。失礼ですが、お名前を教えていただけますか ご一緒しませんかええー、いいですよ。いい天気ですね。風が強いですね。雨が降りそうですね。明日は晴れるでしょうか私は暑さに弱いです。ご家族について尋ねてもいいですかはい、もちろんです。ご家族は何人ですか何人家族ですか 五人です。五人家族です。兄が一人、妹が一人います。一人っ子です。両親と一緒に住んでいますか一人暮らしをしています。失礼ですが、結婚していますかどんな仕事をしているんですか大学生です。どちらの学校ですか 世界大学の学生です。専攻は何ですか経済学を専攻しています。来年卒業します。留学したいと思っています。銀行に勤めています。仕事は楽しいですかはい、仕事を楽しんでいます。いいえ、転職したいと思っています。 何か趣味はありますか私の趣味は旅行です今までどこに行きましたか実はこれが初めての海外旅行です日本は初めてです休みの日は何をしていますか最近写真を始めました陶芸にはまっています よく映画を見に行きます。どんなスポーツが好きですか私はテニスが得意です。子供の頃から習っています。私はスキーは苦手です。明日は空いていますかはい、明日は暇です。お茶でも飲みませんかいいですよ。デートに誘ってもいいですか ごめんなさい。彼氏がいるんです。どこで会いましょうか渋谷駅前のハチ公前で会いましょう。何時に会いましょうか ?6 時でどうですか遅くなってごめんなさい。何か美味しいものを食べに行きましょう。好きな食べ物は何ですか好き嫌いはないです。 お寿司はダメです。食事の後に映画でも見に行きませんかこれ、面白そうです。なんて素晴らしい眺めでしょう。はい、夜景が綺麗なところです。今日はとても楽しかったです。私のことをどう思いますかあなたは素敵な人だと思います。 あなたに夢中です。あなたに一目ぼれしました。実は私もです。あなたと一緒にいると楽しいです。私もあなたと話しするのが楽しいです。これは私からのプレゼントです。素敵な思い出をありがとうございます。 今度はあなたが韓国に来てください嬉しいいい気分です最高の気分ですワクワクしています満足していますほっとしました驚いた悲しい寂しいです この辺に交番はありますかカバンをなくしたんですが、カバンの中には財布とパスポートと航空券があります。現金は約10万円ぐらいありました。どこでなくしたのかわかりません。落としたのか盗まれたのかわかりません。公衆電話の前でなくしました。 タクシーの中に置き忘れました。どうすればいいですか韓国大使館の電話番号を教えてください。カードを無効にしてください。もし見つかったら連絡ください。東京ホテルの303号室に泊まっています。電話番号は356-2131です。事故だ 火事ですよ。助けてください。救急車を呼んでください。韓国語ができる方を呼んでください。交通事故に遭いました。交通事故を起こしました。人が倒れています。非常口はどこですかこの近くに病院はありますかお医者さんを呼んでください。 韓国語ができる看護師さんはいますか怪我をしました。やけどをしました。頭が痛いです。急に体の具合が悪くなりました。体の調子が悪くなりました。咳が出ます。めまいがします。熱があって寒気がします。風邪をひいたようです。吐き気がします。 どこが悪いですかいつから痛くなったんですかこちらに横になってください。すぐ治りますか旅行を続けてもいいですか風邪薬ありますかいつ飲みますかこの薬と一緒に飲んでもいいですか一日に何回飲まなければなりませんか一日3回、食後に服用してください。 郵便局はどこにありますかこの近くにポストがありますか手紙を韓国に送りたいんですが、速達はいくらですか普通でお願いします。船便ならどのぐらいかかりますか切って1枚ください。壊れやすいものですから、取り扱い注意のタグをつけてください。すみませんが、 この近くに銀行はありますか韓国の銀行はありませんか今日のレートはどうなりますかトラベラーズチェックを現金にしたいんですが 2%, 2の手数料がかかります。韓国に送金をしたいんですが韓国から送金してもらいたいんですが時間はどのぐらいかかりますかこれ1000円札5枚と 五千円札一枚でお願いしますこれ、全部千円札に変えてください。これをどうやって使うのか教えていただけますかこの ATM でお金が入金できますかこの ATM でこの口座から引き出しできますかお金をどこに入れますか引き出し手数料はいくらですか カップラーメンはどこにありますか一番奥の方にあります。これ、賞味期限が切れています。これを温めてください。袋をもう一枚もらえますかレシートをください。国際電話カードを置いていますかはい、少々お待ちください。トイレ貸してもらえますか 飛行機の予約を確認したいんですが。予約なさった航空便と出発時間をお願いします。名前はイジュヒョン2月5日 jl101 便ソウル行きです。2月5日午後3時の飛行機ですが、変更したいんです。予約を取り消していただけますか？予約をキャンセルしていただけますか？ 韓国インチョン行きの便を予約したいんですが。申し訳ございませんが、満席でございます。次の便は何時ですかでは、キャンセル待ちをします。何時までに手続きをすればいいですか予約が確認できました。日本航空のカウンターはどこですか搭乗手続きはどこでするんですか パスポートと搭乗券を見せてください。はい、これです。荷物は3つです。機内にこれを持ち込めますか荷物の追加料金はいくらですか友達と隣り合わせにしてください。窓側の席にしてください。搭乗ゲートはどこですか18番搭乗口です。 搭乗開始は何時ですか 2>, ?2 時30分の予定です。予定通りに出発しますかどのぐらい遅れるんですかこのドアを通ってください。ポケットにあるものを全部出してこの中に入れてください。このバッグを開けてください。これらは何ですかこれは友人へのお土産です。 これも機内持ち込みできませんかカバンをコンベヤーにあげてください。免税店はどこですかこの商品のブランドは何ですかお酒は何本まで買えますか免税店の割引券は使えますかパスポートを見せてもらえますか韓国語ができる方はいませんかカードで払ってもいいですか カードでお支払いしたいです。現金とクレジットカードの併用支払いもできますか小銭で支払ってもいいですか ?3 個以上お買い上げいただきますと2割引きいたします。